Yeah.
シューリー、はい、チリシュ一郎くん、シン
の19歳ゆいみんこと石橋ゆいみです。ゆいみん、はい、はい、はい、海のやめれなあなたを見つめて離さない永遠の17歳そのがゆのです。ゆのちゃん、はい、あなたの心を奪いたいきな人魚にゃことリーダーの前田りなです。人魚にゃよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あれあれ、入ってないです。ああ、ちょっと、ね、来てる方いる。あそこにいる、あそこにいる、あそこ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 、チリティ、チリティ、チリティの方前に、チリティ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 、おー、いいよ、いいよ。はい、ジュリッシュ新 T シャツ発売してます。イエーイ。この T シャツを着て、物販に来ていただけると、無料購入が2分ついてくるので、皆さんぜひ来てください。はい、ちなみにそちらはですね、今日限定で購入しています。まあ、今後もあるかもしれないんですけど、はい、今後チェリーのタオルとか T シャツとかチェリーグッズを持っているといいことがあるので、皆さん購入お願いします。お願いします。はい、そして、10月1日リリースの CD も物販にて販売しています。ジャケットは2パターンで、先ほど1曲目に披露させていただいたメモリーズという曲と、2曲目に披露させていただいたコスモスという曲が入っています。皆さんぜひ物販に来てください。待ってます。待ってます。そしてはるちゃん、今日はそして、はい、次のライブの告知をはるちゃんお願いします。はい、24日はそれらの街でふるさと祭りがあります。観覧無料なので皆さん来てください。待ってます。待ってます。違うことに話しない。どっちが前、こっちが前。はい、ということで今日は、メンバーのひらめゆきちゃんの誕生日当日です。イエーイ。皆さん、おっとなんか言ってるけど、この T シャツを着ている方、皆さんありがとうございます。ありがとうございま す, います。ちなみにですね、去年もゆきりんの誕生日はここでお祝いさせていただいたんですけど、そうなんです、知らない方も多いと思うんですけど、ちなみに二十歳ですからね、皆さん、はい、お祝いの日です。大人の階段登った。それ言っちゃダメって私言われたの、ゆきりんに。なんか知らないけど言っちゃダメって。なんで？わかんないんだけど、言っちゃダメって言われたから言ってなかったんだけど、もう言ってしまったし、言ってしまったということで、皆さんゆきりんのね、誕生日今日で、なんかさ朝じゃ誕生日当日電話したんで寝てたんですよね。そう、電話したね、ここ電話したらまさかの当日ね。みんな着れた？ T シャツいい感じ。いい感じです。サイズがなんで？サイズ、いい感じ。いい感じ。あ、メンバーよりブカブカしてないって。あー確かに。ちょっとね、キムクレキムクレ。よし。ということで、今ゆきりん準備中なんですけど、はい、準備はあれどうかな、まだかな。あら、どうですか。どうです。あ、まだです。まだじゃあゆきりんに、ね、何しようかな。え、面白い話モノマネ。あ、ゆきりん、リアちゃん、リアちゃん。ええ黙れじゃがいもみたいな。いつもゆきりんに私、冬になると茶色のコートを着てて、そしたらうるせえじゃがいもって言われるんです。じゃがいも、おー、やや受け、やや受け。じゃあなんか面白い話ある人、ゆきりんの。いや、面白い話はなんか常にあって忘れた。あー、確かにね。え、ちなみにね、これにはあ、いいらしい。あ、OK らしい。 OK サイドだ。あとでね。じゃあ今からゆきりんをせーのでゆきりんで呼びましょう。いきますよ、せーの、ゆきりん。これ何設置してくれ、設置してくれるかな。何番が何番で何番だ、ね、ちょっとわかんない。ごめんなさいね、こういうね感じで。これ何も書いてないし、そっから私たちが持ったくなった。どう、画用紙、画用紙です。どうどう。ということでね、今からはチェリッシュ始まって2回目になりますね。ゆきりんはチェリッシュに入って2回目の誕生日。2回目の誕生日なので、まさか、
え、そうやね、前回も佐賀やってる。そう、さっき話してたんですよ。さっき話してたんだけどということで、今からゆきりんがあるものを準備してくれたらしいので、うん、はい、いきますか。あ、ちょっと待って、その前に何かね、ファンの人からあるらしい。そうで、うん、あるらしい。なので、ね、皆さん、ね、ファンの方からプレゼントがあるらしいので、ファン代表の方、どなたですか。どなたですか。なんか目の前に、あ、おぉ、上がっておいで、上がっておいで、上がっておいで。おお、おっと、おっと、ふう、愛されてるね君。何？何もない。あ、上がっておいで、いいよいいよ。じゃあメンバーはこちらの方に履けますかね。ですね。何？二人っきり。二人っきり。あ、私たち履けます。あ、あ、マイク。マイク。何これ。何これ。行きましょう。はい。カードを集めてきました。お、ありがとう。お待ちください。ありがとうございます。イエーイ。すごい生誕祭らしいね。ありがとうございます。ありがとう。はい。ということで、まだまだあるらしいんですけど。はい。次は何かな、ファンの皆さん。次はというよりですね、ファンの方じゃなくて他のアイドルさんからいただいてまして、ゆきりんさん、ゆきりんさん、ちょっと設置しないで、ちょっと設置しないで。いつも佐賀で共演してくださってる方が何かプレゼントを用意してくださ。え、誰ですか。え、皆さん、はい、ぜひ上がってください。お願いします。イエーイ、イエーイ。ゆきりんスカイさんのなぎるいさんとダイユさんです。イエーイ。なんとですね、はい、一人。はい、はい、じゃあ、私からちょっとケーキなんですけど。あ、ありがとうございます。甘いの苦手って聞いてたんですけど、甘さ控えめに。あ、ということで、食べてください。ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうね、よかったね。よかった。私が、ケーキを作ろうと思ったんですけど、ちょっとケーキの方がナギリンももう作るって聞いてたんで、何もないのであの 歌でプレゼントしようかな。うわー、すごい。あの、ハッピーバースデーディーユキリンの時みんなも言ってね。ユキリン、いきます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディーユキリン、ということで、はい、これからも仲良くしてください。ありがとうございます。水色パンと一緒じゃん。じゃあね、一緒ですね。あ、すいません。ということで、いただいたと、あ、はいはいはい、もらいましたね。ということで、ファンの方からもあるらしいですよ、まだ。どこにあるの。どこおっと、え、どこ、おっと、どこにあるの。ナナさん、ナナさん、ナナさん、どこにあるの。ナナさん、どこなんですか。え、ちょっと、いろいろ、あ、ちょっといろいろってないらしいかも。大人の事情です。あ、大人の事情です。あの、枠っていうものがありまして、チェリシにはね。はいはいはい。ということで、出てったけど大丈夫かな。出てったけど大丈夫かな。どうしようかな。あの、ま、ほら、巻いてみたいにされてるからさ。あ、巻かないと大人の、次呼ばれなくなっちゃう。やばいよ、巻かないとね。え、じゃあさ、こうされたよ。え、こう、OK? OK? OK? あ、じゃあ、あ、OK 出ました。何、え、待ってってこと。え、どうして、え、ちょっと待って、分かんない、ちょっと待って、ちょっと待って。おー、え、何があるの。え、なんか、え、結構、大丈夫かな。これ先に、ま、先に行っちゃう。先に行きましょう、ちょっと行っちゃう。そしたらさ、なんか、いないけど、いないけど、あの、リーダー格の方がいないけど、大丈夫かな。ちょっと待って、じゃあ、お話しよう。ゆきりんとの思い出話。イエーイ。ドレミア、ゆきりんが、ゆきりんのお世話係。ドレミのお世話係よ、ゆきりんだけ。そう、いっぱい思い出があるよね。おっと、いいよ、話して。いいよ。ドレミはすぐしくじるので、あ、くじったら、わー、来ました。ありがとうございました。はい、ということで、ドレミさん、はい、じゃあもう一回ハッピーバースデー歌いますかね。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、こちらか。Happy birthday, dear Yukiri. Happy birthday.
見えなくなっちゃうの。じゃんじゃん。美味しそう。え、ゆきにんちょっと一つ食べてみたら。一つ違う違う。こっちから食べて。ガブっていこう。ガブって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 。可愛い。可愛い。食べ出していこう。ちょっと深いよこれ。深い。いい感じ。おお、ありがたいね。よ、これでじゃあね、準備、あ、拭いちゃったの？可愛かったの？乳製品の匂いです。やめて。じゃあね、そろそろゆきりんが取れた、可愛いチェリッシュに入って初めての何をするんですか？はい、ソロ曲をやりたいと思います。イエーイ。じゃあね、メンバー吐きましょう。頑張って。あ、朝からお腹痛いらしいけど頑張って。朝からお腹痛い。どこで見る？サクの、サクの後ろ。前列でメンバー。前列。前列。はいはい。朝からお腹痛いらしいけど大丈夫？いや、歌詞がちょっとね。髪が必要だったからね。髪がだいぶ必要だった。頑張って。かわいい。はい。曲振り？曲振りとかし、曲振りだし。曲振り担当ドレミさん。ドレミさん。それでは次の曲聴いてください。ユキリン。みんな今日は盛り上がっていくよ。声出して。
走った。ちょっと歌詞見すぎでしょ。歌詞が途中さ、もはや手見たけど思った。MC かと思って。めっちゃ吹けた。ということでね、いい感じにできました。歌詞以外は、歌詞以外はね、歌詞がもうちょっとね、できればね、まだできた。本当だね。じゃあここでメンバーから一人決定して言ってもらいたいと思います。じゃあここはやっぱりずっと一緒にやってるリーダーに言ってもらいたいかな。ちょっと入ってる。これちょっとなんかちょっとちゃんと聞いて、ちゃんと聞いて。はい、ちょっと待って、近いね。なんかちょっと始めます。はい、ゆきりんお誕生日おめでとう。ありがとう。ちっちゃ。はい、待って、ゆきりんと出会った時覚えてるんやけど、ゆきりんに最初に言った言葉はどうせすぐ辞めるやろとか言ってしまった。そうね、そう言ってしまったんですけど、ごめんね。あの時はいいよ。はい、ちょっとそれしか頭に残ってんやん。半分過ぎるから。そう、なんかね、すぐ辞めるやろっていうね、辞めるやろっていうことを、ね、わかんない、すぐ言ってしまったんやけど、まあゆきりんこうやってね、まあね、まあメインボーカルでね、こんな頑張っていてくれると思わなかったんですけど、こうやって今日はね、たくさんの方にね囲まれて生誕祭をして、ゆきりん自身も、え、泣いてる？え、そうだ、泣いてる、怖い。かわいい。大丈夫？そう、ゆきりん泣いてます。はい、ゆきりん自身もね、最初に会った頃より本当に本当に成長して、これからも一緒のメンバーとして、仲間として一緒に頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いい感じ。とりあえず、ほら、お世話係してもらってるから、言って、なんか一言。ゆきりん、誕生日おめでとうございます。ありがとう。はい、はい、ありがとうございました。ということで、じゃあ、じゃあファン、ここにペンライトあります、次も。はい。ということで、ゆきりんからファンの皆さんに一言もらいたいと思います。イエーイ。ね、初めて生誕祭をやらせてもらって、皆さんのおかげで、いろいろ今日できたので、とても嬉しく思ってます。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。イエーイ。 OK。 あんまりね、うまく、あんまりうまく喋れないから。そうそう、日本語あんまり上手で。そう、じゃあね、楽しかった。楽しかった。このまま行く、次の曲。うん、だよね。うん、私たちもじゃあ雪が T シャツで行くわ。あ、OK。 ちなみにですよ、やば、これ何、何何、ちょっと見て、ちょっと見て、どう、どう、すごいね。うん、てか、この前がいい感じよ。これがいい感じ、黒に金。確かに、うん、黒に金、金か、金やね、金やね、金じゃないね、金やこれがね。そうだね。ということで、初め、あ、ライブハウスではいつも巻いてくださいって来ました。ライブハウスではいつも撮影禁止なんですけど、今から次の曲はなんと撮影 OK にします。イエーイ。あ、みんなそうでもないんだ。そうでもない、バッグからね、今日はね。そうね、まあ、写真撮りたい方は携帯でとかで撮ってくださると嬉しいです。それでは行きましょう。はい、次の曲、すいません、今日はゆきりんの生誕祭ということで、まだまだ盛り上がっていきますか。イエーイ。まだまだ声出しますか。イエーイ。このフォーメーションは、それでは次の曲聴いてください。カラフル。I'm sorry.
おめでとう、ゆきゆきおめでとう以上、チェルシュでした。